昭和49年現在、沿線の人口は8万6000人。1日の平均利用者およそ2000人。営業係数300。つまり、100円の収入に対し支出300円という赤字路線である。そのため、28駅中無人駅は16。駅に列車が止まると、車掌がホームで切符を集める風景が多く見られる。無人駅の信号機、ポイント及び側線は取り外され、簡素化されている。かつては、季節季節に美しい花で彩られたホームに草が生い茂り、人気のない改札口の小さな時刻表が走り去る列車を見送るのだ。